DVD RW Tools は Linux、FreeBoost、Free Windows そして MacOS 10で DVD を作成する人気のあるオープンソースコンピュータプログラムのコレクションである。CD メディアのライティングはできない、また対応する計画もない。実際にメディアライティングを行うには、このパッケージ自身の他に ISO 9660イメージを オンザフライで作成する別のプログラムも必要である。このようなツールは例えば、セディトゥールズパッケージに含まれる、マキソフス、または、セディキットパッケージに含まれるゲニソイマゲコマンドが当てはまる。DVDRW ツールズは、GNU ゼネラルパブリックライセンスのもと、フリーソフトウェアとして配布される。グロソフスは DD のようなデータを高額ドライブのライターに、 低レベルプロセスで転送するプログラムが組み込まれている。これは2つのバッファ、リングバッファとユニットバッファを使用し、バッファアンダーランを防止するとともに、バッファには常にデータを供給する。このプログラムは書き込み中にリングバッファ使用率とユニットバッファ使用率をステータス行でモニターできるよう表示する。ありがとうございます。